これができないとやばいです。腹筋頑張るけどお腹がへこまん、クワッとするけどももが太くなる、足は疲れやすいし腰は痛い、首や背中のコリは全然取れんし反り腰も治らん、腹筋が弱っていることが原因なんです。今回紹介するのはフロッグデッドバグです。反り腰の人は足をまっすぐ上げて体を90度にした場合に膝が曲がってしまいます。これは腰が硬い原因によって膝が曲がってしまう。立っとくことが正しい骨盤の状態では難しいということなんです。膝が伸びてつま先がちゃんと上げられる人っていうのは立っている時も正しい姿勢を作れます。膝が曲がっちゃうよっていう人は今から一緒にやりましょう。まずは片足だけを抱えていきます。できればつま先上げて膝しっかり伸ばした方がいいですが、やっぱり曲がってしまうと思うんで、それでもね、いいです。足をしっかり抱えて、足を動かしている方もね、腰がね、ちゃんと丸くなっていきますので、骨盤が立って反り腰が治っていきます。もしね、メニューの途中でだるかったり疲れたら一回ストップしてください。ちょっと休んでね、また続きをやっていくだけでもいいです。皆さんレベルが違いますから、自分のペースでねやってください。今度は少し曲げた状態から抱えてお尻も一緒に浮かせましょう。だとふーっとお尻も浮かせる感じで腰を丸めていきましょう。できればたまに膝をね伸ばしてみて、曲げてたまに膝を伸ばして、するとね反り腰治ってきますんで。はい、両足曲げた状態で片足上げましょう。このまま片足だけ動かしていきます。ももに胸つける感じです。足を動かすというよりは腰を丸めながらね、足がね来る感じです。腰を床につけるイメージ。反り腰の人は意外と体の前を伸ばしたらいいと思っている人多いんですが、原因は後ろにありますから、しっかり背中腰お尻伸ばしましょう。はい、相手の人です。いきましょう。反り腰を改善するための筋肉が徐々に弱くなるんで、少しずつバージョンアップしていきます。最終的には腹筋メニューに入ります。腹筋が強いとね、反り腰は大体改善します。ぐーっと腰を伸ばせる感じで OK。 片足曲げて片足伸ばします。伸ばした足のつま先を開いて動かしていきましょう。しっかりね、腰がかっつくようにしてください。腰がね、浮かないように。片足にすることで腰が浮かないようにできて、お腹の奥をね使うことができます。しっかり腹筋がね鍛えられていますんで。 OK、 反対も一緒です。いきましょう。つま先をねしっかり開いて、足の力を抜いてね、腰を床につけて動かすイメージです。つま先を開くとね、腰が床につきやすいんで、反り腰の人にはぴったりです。OK。 今
今度は膝をパカッと開いて、つま先も開いて、このままね、足をゆっくり上下に動かしていきましょう。あと足を下げた時にね、できるだけ腰がね、浮かないように、腰が浮いちゃうよっていう人はもうちょっと膝曲げてもいいです。できる人はね、割と遠くに足持ってって腰浮かつけたまんましっかり踏ん張って、OK。 今度は同じような足を作って体を起きたら戻る。ちょっと起きればいいですからね。いきましょう。あとマイペースでいいです。ぐーっと腰も揺れて起きたら戻る。腰を支点にね、上体を起こします。辛いメニューはね、やらずに待っててもいいです。OK。 ラストは起き上がったら、ここで手をね振りましょう。いきましょう。スタート。こういう感じ。これで腹筋の奥をね使うことができてます。息をできるだけ長く吐いて、うわー、いってー、吐いてー。やってみた人はコメントください。